拾ったレシートに書いてあるものしか食べちゃいけない生活。イエーイ、どうもくんやりたんです。今すごいお腹減ってるんですけど、経費にならない食事はもったいないので、拾ったレシートに書いてある食べ物と同じものだけを食べていこうと思います。ルールは至ってシンプルで、街中を歩き回って落ちてるレシートを探す。レシートに書いてある店舗と同じ場所で同じものを買って食べる。レシートが拾えない限りは飲食禁止。以上のルールで企画をやっていこうと思うのりゃ。まあ交番の前で長いこと撮影するのもあれなんで、早いとこレシート探しに行くのりゃ。結構お腹減ってるからがっつり食べたいよ。場所は福岡市天神の華後公園。ポイ捨てされまくってる場所だから、レシートの1枚くらいはあるでしょ。持ち前の頭脳で考えた結果、紙は風で飛ぶから公園の隅に集まるのではと思って、隅っこの地面を探索してるのりゃ。それに喫煙所も近いから、ポケットからタバコを取り出すって動作をするときに、ポケットに入れたレシートがポロッと地面に落ちるんじゃねとも考えたわけです。天才ですまん。とりあえず S ランクレシートのマックやスキヤは確保したいところ。くんやりたん、美味しいやつ食べたいよ。ダメだ、全然落ちてねえや。タバコ地面にポイ捨てするくらいなら、くんやりたんのために今日だけレシート落としとけよ。クッどもがよ、ひとまず作戦会議なのりゃ。美味しいもの食べれるよって言って釣ったカメラマンももちろんお腹ペコペコだから、今2人でタバコ吸いながらかなりギスギスしてます。あった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 、これレシートじゃね。銀杏だらけで臭くてたまらんけど、余裕で素手で触っちゃいますよこんな。頼む、お願いだから食べ物のレシートであってくれ。セブンイレブンのレシートで、中身は手巻きおにぎりの梅、138円です。おーやったー、ようやく食べ物なのりゃ。ぶっちゃけ物足りないけど、1時間半探したから達成感がすごい。買った店舗はここから近いようなので、歩いて現地に行こうと思います。あ、ちなみに同じ商品が店頭になければ無効レシートだから、普通にお昼ご飯抜きなのりゃ。該当するコンビニを発見。立地的におそらく出勤途中のサラリーマンが朝ごはんにおにぎり買った感じかな。もっと食べて、というわけで買ってきました。いやー店頭にあって助かったね。これでひとまずは飯にありつけるのりゃ。ってことで本日初のご飯はセブンの梅おにぎり。こんな空腹になることないから、おにぎり一つ見ただけで唾液の分泌やばい。ちなみにみんなはセブンのおにぎり何が好き？くんやりたんは梅おかかとツナマヨ。特に梅おかかについてる味付け海苔がやべえ。指ペロからのぷゆぷゆしちゃうくらい美味しいの。いろいろ言われてるセブンイレブンだけど、おにぎりのうまさはコンビニ最強なのりゃ。まあ弁当の底がボッキしてるのはさすがに。あ、これ半分こする感じ。でもだよ、半分こしたらくんやりたんお腹にたまらないよ。でも分けてあげちゃう。くんやりたんのおにぎりをお食べ。今日はいっぱい協力してもらってるから、感謝を込めてご飯おごるのりゃ。これが大人ってやつですよ。この時食べたコンビニのおにぎりは今まで食べたおにぎりの中で一番美味しかった。でも本音を言うとね、くんやりたんは向かいにあるマドナドの方が食べたかったんだ。サムライマックのレシート欲しいよ。神様どうかお願いします。なんて話してるとまたレシートを発見しました。公園よりも歩道の方が多いのか。みんなもレシートで飯食うとき参考にしてください。さてさて、気になる中身は。できれば飲み物が欲しいのりゃね。またおにぎりじゃねえか。くんやりたんお肉とか食べたいんだけど教えて。くんやりたん、ちょうど現在地はイオンの真下。おそらく自動レジだから勝手にレシートが出てきて、いらないからそのままポイ捨てしたパターンですね。時間は15時くらい。昼のピークで売れた惣菜に補充がかかるタイミングかな。この品揃えなら目的の商品もあるはずなのりゃ。揚げ物の香りが良すぎて欲しくなっちゃうけど、レシート持ってないから買えません。ぷよよーん、はい、ありました。やったぜくんやり。たくあんも入っててご機嫌です。撮影じゃなけりゃどん兵衛も一緒に食べたいよ。さて、柏おにぎり食べながら作戦会議なのりゃ。次に確保したいのは飲み物。あとは夜に居酒屋とか行きたいから、歓楽街でレシート探したいですね。レシートってもっとポンポン拾えるもんだと思ったけど、想像以上に落ちてないもんだな。レシートからしか飯食えない制約と制約がある念能力者的には、福岡で暮らすのは厳しいかもしれない。ゆっぷ、多少元気が出てきたのりゃ。ここからは新店長でレシート探索開始。飲食店も人通りも多いから絶対なんか拾えるはず。もうこの際水でいいから飲ませて。コインパーキングは期待値あるね。前回タバコ拾いの動画撮影した時にゴミだらけだったから、レシートの1枚くらいはありそう。くんやりたんさ、あの親子丼のやつ食べたい。あとプリプリのエビが乗ってるやつ食べたいのりゃよ。
贅沢ポンチュールしらす、焼きいわし本格だし、ドリーミーズ毛玉ケア、ニャンタのおねだり。これはあれだ、猫ちゃんが食べるやつだ。おいおい、柴犬が選挙活動してんじゃねえか。かわいいね君、いくつ？インスタやってる。今度一緒に散歩行かん？ふんやりたん君に投票しちゃう。あまりにもレシートがなかったから中洲まで移動してます。夕方になってきたからね、そろそろ晩御飯のレシートも拾いたいところ。中洲は細路地とか多いんで、居酒屋のレシートとか落ちてそう。今んとこおにぎり3つで映えないから、楽しいやつ見つけたいよ。うお、速攻紙くず発見。この丸め方はレシートに違いない。中洲だからね、飲食店率高いと思うんだよな。なんだろうこれ、領収書かな。じゃあさすがに何頼んだかわかんないし、これはもうパスしちゃおうかな。いや、なんか書いてあるのりゃ。なんか領収書にオーダー書いてあって、草ジンドッグモスコミュールテキーラ白州アラゴシイチゴレッドブルウォッカ。はい、これ完全に二次会のやつです。でも店は特定しました。 YouTuber としてこれは行くしかないでしょう。このおしゃれなビルの中にあるらしい。無職が入っていい見た目じゃないだろ。まあ入りますけど、中身が見えないタイプのバーだ。ちょっと緊張するのりゃ。でも YouTuber の企画は絶対。まずは店員さんに領収書見せて同じもの頼めるか確認します。いらっしゃいませ。すいません、もう、はい、これ、このお店、あ、ちょっと確認してもいいですか。すいません、はい、あ、はい、そうです、はい、あ、うちの店ですけど、はい、わかりました、ありがとうございます。ちょっと今からこれと同じもの、うん、同じもの同じもの、すいません、はい、あ、すいません、同じもの、あ、はい、はい、全然大丈夫ですけど、わかりました。すいません、ありがとうございます。こっちで、はい、こちらでございます。あ、すいません、ありがとうございます。陽キャすぎるお店の人に撮影許可をいただいたので全部動画に使っちゃいます。にしてもここ景色すっごいよ。中洲にこんなとこがあるなんて知らなかったのら。昼間からご機嫌ぷにゃりこですよ。このロケーションでタバコが吸える。今日はたくさん歩いたからここで一旦休憩のりゃのりゃ。ようやく水分が摂取できる。モスコミュールではあるけども乾いた喉にガチしみる。注文にはテキーラもあったけど、さすがにすきっぱらでは飲みたくないので負けた方が飲むルールでダーツやります。シナぷんやりたんが普通に負けたからテキーラ飲むことになったのりゃ。くよよー、ほぼ行きかけました。次はお水でお願いしますと言いたいところだけど、レッドブルウォッカ飲まなきゃ。くんやりたんはレシートの操り人形なのりゃ。お疲れ様でした。すいません、お楽しかったです。はい、あのくんやりたんの、あ、分かりました。くんやりたん、あ、チェックしてください。お願いします、ありがとうございました。またよろしくお願いします。いい店だったのりゃ。ちょっと酔ったけど、さてここからは中洲エリアを探索。まともに飯食ってないからそろそろがっつり行きたい。もうぷんやりたんのお腹はペコペコの食うよ。とりあえず飲食店が多いエリアが狙い目だね。酔っ払いはレシートとか落としがちなイメージあるから、この辺まで来ると結構ありそう。喫煙所とか覗くか。なんかタバコの箱とくしゃくしゃの紙がいっぱい落ちてるイメージ。ダメだ、全然見つかんねえや。ふんやりたんお腹減ったんですけど、冬なんですけど、今日の中洲綺麗すぎるから細路地方面を攻めるか。人通り多いとこは正直あんま拾えないことに気づいた。この辺でレシートを拾ったら確実に居酒屋のやつでしょ。超高確率ステージなのりゃ。壇上屋敷みたいなもんと思ったら、早速何かしらの紙を見つけました。女の子の名刺とクレジット売上表だった。1万くらい使ってるけど大丈夫そう。ふんやりたんガキだから何のお店かわかんないや。これは使わないけど、レシートの類が落ちてることは分かりました。この辺で探索を続行。落ちてるレシートでなんか書いてあるものを食べるっていう YouTube 企画やってる。あんまポイ捨てされてないですよね、この辺レシートとか。ゴミはもう全部持っていく。もうちょっとレシート探してみる。すいません、どうもありがとうございます。どうもこの辺のお店の人たちが開店準備の時についでにゴミも拾っちゃうらしいです。でもさっきからちらほら紙切れが見えるから確実にレシートはあるはず。続行りゃ。おいおい、宝の山だな。この長さのレシートはさすがに居酒屋でしょ。これは違う。さてさて、こっちの方は、うわ、びっちょびちょ、水たまりに使ってたのりゃ。はい、いただきました。居酒屋のレシートです。とんでもない引き強。メンツ見る感じ、これ中華だね。いいねいいね、求めてたよ、味濃いの。ちなみに目的の店は真後ろ。予想通り飲食店の真横にレシートが落ちてた。賢くにゃり。
ちそうさまでした。すっげーうまかったのりゃぞ。締めのラーメンとか食べたいけどこの辺食券制だしな。少し見回って何もなければ今日はお家に帰るのりゃ。おやおや、これはほろ酔い缶の横に紙くずを発見。もはやこのレシートを開く動作に快感すら覚えちゃうね。ほろ酔い白いサワー、おでんの大根とちくわ、メビウスオプションパープル、これあれだ、夜んちのハッピーセットだ。この脂質を抑えたナイトフード、美意識の高さが見て取れますね。ふんやりたんも見習いたいのりゃ。というわけで長い一日が終わりました。昼から稼働してレシート集めをしてみたんだけどね、集まったのはたったの5枚。想像以上にレシートは落ちてませんでした。いつも当たり前に通り過ぎる日常の景色、ふと足元に目を向けるとたくさんの人間が生活した証が形になって残っているわけです。歴史資料館みたいなのに当時の人間が使った〇〇とか言って昔の日用品なんかが展示されてることあるじゃん。ああいうの見て頭の中で想像を膨らませて楽しめる人、レシートから人物像を考察する遊び楽しめると思うからぜひやってみて。シャイニングスターズズレバー、夢に眠る馬ぼろしが負のひらに降り注ぐ新たな世界へ。ここまでのご視聴ありがとうございました。告知や交流を行っている X アカウントは概要欄に書いてるよ。フォローすると冬 QOL が上がるかも。質問なんかにも答えるから気軽に話しかけてね。ゆうゆうアゲイン。